はい、皆さんこんにちは、ミコミックスです。では三の雫弔い写真から、やっていこうと思います。右上の累計獲得ポイントが8万9000あるんで、ちょっと射撃とかも鍛えていきたいと思いますので、これはゲームを始めれば鍛える画面に行けるのかな。まあここら辺は消費しないで大丈夫でしょう。多分14フィルムが42枚ある。まあ61はちょっと欲しい気もするけど、まあとりあえずデフォルトでいきます。うわ、なんだ今弔い写真、北条蓮だし。作家北条蓮は祭りの夜に少女を殺したという記憶に苛まれていた。密かに影見を依頼した蓮は弔い写真を収めた写真帳を受け取る。そこには夢と同じ祭りの光景が収められていた。蓮はさらなる情報を手に入れるため、助手の誰これ鏡屋瑠衣を連れ、自ら写真が発見された廃旅館へと足を運ぶ。そうするとまた廃旅館か、舞台は。射撃持ってんの君蓮さん、射撃持ってますかあなた。射撃鍛えらんないじゃん。手前が北条蓮、助手がなんだっけ鏡屋なんとか中性的な顔立ちしてますね。男にも見えるし女にも見える。おお、なんだ、この女は。ん、でこいつ霊感はあんの、北条蓮は。お、一緒に終わってくれますか。どうしましたとか言えよきれいだけどなんだか悲しそうな人ですね。ああ、こういうタイプの女の人苦手じゃなかったんですか。そうなの。ああ、他にもこの民族学者が調べたものがあるかもな。また黒沢さんに依頼しますか。その場所へ行こう、すぐに確かめたい。直接か。同じ時間からですか。明日にしよう、明日。ああ、でもっと準備しろよお前らも。なら射撃を持ってる。射撃持ってる。まだ使ったことはありませんけど試してみるチャンスかもしれない。珍しい形の射撃だな。あそこは良くない場所だと聞いていますから。ああ。なるほど。射撃の報告書。いきなりなんかあれだな。少しこの横の感度を上げました。あまりにも遅いんで。反応できないっす。お化けさんに。とりあえずこれを取るか。複眼射影機、強化装置速、体力が分かるようになった。現行。なるほど。死後あるいは没後写真、なんとかなんとかなんとかフォトグラフィー、弔い写真、独特の美しさがある。あ、魂が抜かれる。時を止め魂を取り出し封じ込める。ふんふん、なるほど。扱いには気をつけるよう念をされたが、北条蓮様、お預かりしていた写真機を返します。ああ、射影機といってありえないものを映し出します。複眼タイプ、複眼タイプって何。俺ちょっとカメラ詳しくないんだけど。ああ、射影機の持ち主は不幸に見舞われるという噂があります。うん、確かに概ねそんな感じだね。扱いには十分気をつけてください。 PS
蓋が壊れてしまっているけど、もともとは箱のような形をしていたみたい。貸してほしい。うん、なるほど。ひそか。礼はするわ。考えてみて。どんな礼？それ考えるよ。報告書を持っていきましょう。ソファー、これか。報告書。北条蓮。報告者有利。確認ひそか。弔い写真と同様の品。あ、さっきのあれか。影見を行いましたよと。廃旅館。これなんて読むの？またわかんない。なんとかそう。関係各所の許可。関係各所ってどこやねん。さっきのところか。第一章の。本棚に。ああ、あれを取れと。巫女殺しの伝説。巫女によって執り行われていた。巫女に恋をした男が山へ入って巫女に言い寄った。申し出を断った。男は怒り、その巫女を殺し、川へ流した。なんで振られただけで怒るのかよ。怒るっていうか殺すのかよ。え、これ男がやばくない？なんだなんだ。その巫女の目を見てしまった。なんか凄まじいですね。実際にあった事件をモチーフにしていると言われている。なるほど。先生は片付けられない人だ。なるほど。家事もできない、料理もできない、掃除も苦手。作家女子とは言ってもほとんど身の回りのことばかり。探すのが苦手な人だ。よく物をなくす。え、まるで消えてしまったかのようだ。これはちょっとあれですね、興味深いですね。ああ、見えなくなっていたものを見えるようにした。影見っすね。ああ、見えなくなっていたものが見えなく、違う、見えたと。古い箱に入れられていたもの、あれは何だったんだろう。ああ、なくなってたと。そろそろ日が暮れ始めます。急がないと。ああ、だからさ、明日にしようぜ。日が暮れるんだろう。もう何か、だからもっといろいろ持ってこいよ。多分懐中電灯しか持ってかないよこいつ。みんなさ、この人たちアホなの。氷上山には夕暮れ時に入ってはならないという噂があるんです。じゃあ行くのやめようよ。大間が時に山に入ると、大間がだけ山は別の姿、本当の姿を見せる。早い。入るのは自殺しようとする人だけですよ。だから明日。結局来んのかよ。アルバムが見つかったのはあの旅館のようですね。先生、その遮影機本当に使えるんですか？俺が聞きたいよ。一度試しておいた方がいいと思います。ああ、複眼遮影機、複数枚の写真を連続で撮影できます。お、なんか便利そう。4枚の写真が連続撮影。ふんふんふん、なるほど。ああ、チャージ速度が遅くなるのか。連写。あ、許可レンズがその代わり装備できないのか。ちょっとこれ、一音フィルムになってる。罠だな。R で連続撮影。R って何？そんなボタンあったっけ？
あ、ここにボタンがある。なんでこいつの写真を4枚も撮ったんだよ。綺麗に撮れました。モデル通りだな。てか男女どっちなんです。さあ行くか。なんかちょっと感度早くした感じだけど遅いな。まだ奥にある古い建物は以前は山を祀るお寺か神社の一部だったと言われています。旅館になった後、調べると経営者の一家が住んでいたようですが、旅館が佇んでいる。神山全域で大きな地滑りがあり、土砂崩れで埋まってしまったそうです。先生が依頼したアルバムが見つかったのは旧館、旧館の建物みたいですね。ああそうらしい。ちょっとやっぱチャージが遅いな。まあいいや、行くか。再びもっとさ、それか人呼んでさ、みんなでさ昼間に探索しようよ。こっち行ってなかったな。あ、濡れる。射撃反応してる。ああ、こいつも影見みたいなのをやるのか、射撃を使って。ただこっちにアイテムとかはなさそう。進んでいくか。ほい、こっちね。ここさっきのあれはないか。ん、なんかいる。あ、いる。ほい。これは水に沈んだ女で、どっち、こっち。このまま進んで、なになになに、配管用の整備扉が閉じたようだ。風で動いたんだろうか。絶対なんかあるよ。なんか手いい。なんかいる。全員収めないとダメ。うわあ、全員収めた。影に佇む女、男、女。あれ、どっちどっち。え、こっち。え、ちょっとわかんねえ。下に降りてって、また曲がっていくのか。この辺りのようですね。何が？ああ、あった場所がってことね。拾う。万葉丸か。うん。こいつなんだ。敵？敵かよ。あ、連射できるって言ってた。そういえばこれフェイタル学量、これで仕留める。仕留めたな。え、仕留めてない。全然仕留めてなかった。え、これめっちゃフィルム使うやん。そうすると、あ、倒した。こいつはあの触れんの？触れない。あ、なんか言ってた。触れられる。点数になるだけか、こいつは。で、まあ、また。よいしょ、よいしょと。さあ。そう。よいしょよいしょと。さあ、ひそかさんがアルバムを見つけたのは、そう、この部屋だよ。この部屋でしょうか。開いてるよ。ああ、開いてた。本当に開いてた。お首吊り、闇の中の男。これで一音フィルムどんどん使っていくのもったいないな。またなんかある、こっち。あ、あった。こっ
これもロックして角度、この角度か。一音線に使っちゃうのもったいないな。これなんでさ、メモが一枚一枚になってんの、毎回毎回。ノート、黒く汚れたノート。全てを失ってどれくらい経つのか。旅館が半分、旅館の半分を飲み込んだ。全てを燃やしたら、あとは自分だけだ。最後は屋上の展望室がいい。あそこから見える夕日は美しい。で、ノートに反応している。遅かった？あ、入ったか。あ、そうそうそう、復眼者駅をちょっと鍛えましょうということなんですけど、今までのパターンでいくと、これ主人公ごとで鍛えないといけないんですよね。だからこいつでポイントを使いすぎると他のやつで鍛えられなくなるっていう。装填速度ですね、やっぱ重要なのは。装填速度を1鍛えます。4万、オッケー。あとはもうちょっと無理だな。やっぱ1枚取った後の次の攻撃に移るまでの時間が長いとミスるからな。影見を行って多分屋上に向かおうとするから。あれ？影見できない。あ、できた。それであっち行って、この扉の中とか入りたくねえな。よし。こっち？うん、こっちだね。で、敵かよ。マジかよ。あそこ 前にいるモヤモヤしてるやつ。あー、いる。2人。連射。ちょっとフィルムがすげえ減るな。07でちょっと節約するしかない、連射するときは。どこ行った？オラ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 。めっちゃ上めてるけど大丈夫ですか？アナたち。なんか連射ができない、なんだっけ？なんか連射って制限あったっけ？あれ？こいつ大丈夫なの？ところで。チャージが遅い、やっぱり。生きてる？まだ生きてるわけではないな。触れ、触れ、あ、触れない。で、あ、上ね。土砂崩れの後、旅館の主人がこの建物に散乱に移り住む。あいつ何？噂もあります。上へと誘う男。そこで焼身自殺をしたとか。長いな、こいついるの。アイテムがある話だ。そうですね。ご神聖。あともう一つなかった。それ以来、3階のベランダを見上げると、そうなの、写真撮れそう。見下ろしているという噂が。これがね、わかんないんだよね。こっち。あ、光ってた今。光ってたね。フィルムだ。61が欲しい。間違えちゃったよ。14か。で、こっちでいいの？全然こっちじゃねえし。こっちか。どこだ？こっちか。
あれ、なんかある。こっちに行ったところかな。あったあったあった。拾う。フィルムですね。おっとー、ちょ、待って待って待って。めんどくさいな、これ。14フィルムか。まあ、まずは14フィルムですね。で、どっち？こっちか。ここの扉か。行っていいよね。鍵がかかっている。マジかよー。ちょっとターンして。ほい。ほい、とい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 キンキンキンと。これは？あ、さっきのとこじゃん。なんか、閉じたとこ。配管用の扉か。でもあそこ閉まっちゃってるからな。こっちにアイテムある。うん、じゃあそうっすね。とりあえず配管用の扉へ、向かうということで、今ここが2階だからまた1階に降りないといけないっすね。じゃあちょっと続きは、次回やっていこうと思います。